どうもどうです。さあ本日はですね、12月に七色にやってきましたね。12月やけどこの服装なんかね、最近ちょっとあったかい日が続いて、まあちょっと異常気象じゃないかっていうぐらいのね、逆に暖かさなんで、どうなんかなと。まあ体感的にはもう釣れそうなぐらいの気候、ただ、まあ、バスがどういう状態かっていうのはね、ちょっとわからないんで、今日はいろいろ攻めていきたいと思います。さあ本日も行ってみよう。今日はさ、ロッド3つ持ってきた。これがあのまたサンプル出し直した、511のソリッドティップモデルで、これがアレグロの RF1144 で、もう1本が、48のショートロッド。この3つちょうどね、この長さも3つちゃうねん。でまあ511でがあって、52があって、48があると、そういう流れです。はい、じゃあ早速511から行こうかな。やっぱ新しいロッドはワクワクするよね。新しく上がってきたロッドさ、はい、はい、114でやってきます。本当にね、あの秋にもなってないんちゃうかぐらいの気候してる。今日はすごいな、こんな12月初めてやわ。あーいいね、強さもいい。あーうん、だいぶ良くなってんなマジで。これこれこれ、わーやーいね。忘れた、あのバスを、でかいバスを取りに来たんや今日は。昔だって12月の動画、雪降っとる中でな、あの朝一 LINE 直しますっていう時釣れたもんな。いやあれはマジで、あれはすごかったな。今もう忘れられへんもん、あの思い出だけは。ようタナ D もええとこにカメラ構えとったなと思って。あれは感動するわ、あれ、あの一匹。ダブルスイッシャープロトでいきます。
いやめっちゃいい、めっちゃ良くなった、めっちゃ良くなった、本当にいい感じ、いい感じ、これめっちゃほんまに完璧よ、これこれ。いやでもこれは結構結構大変やったな、やっぱソリッドディップっていう特性上やっぱ難しいね、そんな一筋縄じゃいかんだね、今までの経験を元にしてもなかなかこの使いやすさを出すのは難しかったな。多分トーナメント系の釣りやったら使えるんやろうっていうロッドはできとってんけど、まあ、僕らの釣りってやっぱ特殊なね、トップウォーターゲームの竿になるんで、そうなってくるとやっぱりあちょっと使いにくいなみたいな、大体、まあ、キャストはしやすいけど、まあ、アクションさせるときにちょっと使いにくいとか、まあ、そういう部分が結構あったんで、今回これはもうバシッと決まりましたね。めちゃくちゃ気持ちいい。いいね。遠い距離を置きに行くみたいなのって、ほんでまさにソリッドティップの良さを生かしたね。この距離でしっかり静かに着水させれるっていう、この強さはかなりあるよね。強さってあれですよ、ロッドの強さってより強みのことね。このロッドは今までうちのラインナップになかったこう強みが一つ増えたな。しかもこのさテーパーデザイン的にさ、こう曲がってってさ、違和感なくこう綺麗に曲がるわけよ。どこでこう切り替えてんのって分からんぐらいのこうつながり方をさせてくれてるから、これがやっぱキャストの気持ちよさであったり、まあ、魚かけた時 あのやり取りの中でのまあ快適た快適たって快適さとかもろもろにつながるんですけどね。うん、いいわ。あ、もう今日これ投げれただけで結構満足になってる。いや気持ちいい。であとあれよ、今日は最近あのゴミをさ、要はラインとか結び替える機会あるんですけど、そのラインのクズを今まで僕はこのポートバッグの中に入れとったよ。でもうなんかそれはそれでこんなぐちゃぐちゃになるし、うっとしなと思ったらさ、こういうの見つけて、これゴミ掘れるやつ、これが結構優秀で、朝をさ食べたこれ僕のおにぎりのゴミ、まあラインのゴミがここに全部入れたんですけど、これはねずっとこうゴミ問題自分の中で思ってた部分が解決されるやつなんで、すごくいいなと。ちょっとやっぱこうあれよ、スナップ結び替えたりしてさ、どうしようってなった時にタックルボックスなんか入れとったりとかさ、こういうバッグなんか入れてしまうんやけど、もうこれがあればこう中入れて、しかもこう突っ込んで出る時にこう指に絡みついてくれるからさ、ラインもしっかり中に入るっていうね、優秀アイテム。これあれやもん、こう便利やから、これ今バス釣り用にしてもう一個ゲットしてさ、あの海釣り用にも使ってるから、こういうやっぱねやつが大事、なんかより快適になるというか、まあ誤って外にこう飛んでってしまうとかもないしね、こういうのが入れとけばしっかりと。いや、やっぱ釣りは快適にですよね。はい、ジムダンディで。さあ12月や、もう今年も終わりやで、もう、ね、早いな、まだ始まったばっかと思えばもう年末ですよ、ね、あと今年もわずかでね、やり残しのないように走り抜きたいよねやっぱり。まあでも今年もよかったな、今年も60も釣れたしさ、今年はなあ、いい思い出がいっぱいあるな。あとはもう今日5ジャップ釣るだけ。
栄養出て出ていいんだよってなるな。チョコ投げもできるもんな。いいね。何がやって、この手の延長線上により近くなるからさ、この48は本当手でヒュッて振る感じでキャストができるっていうのはやっぱ強いよね。はい、ビューグルでやってきます。でかっ、バスおるわ、下に。ここじゃないけど。ほんまにあったかいって言ったな、Dさんよ、ほんとに。はい、フラップテールマウスでいきます。Anybody trying to go for mine was homeless, trying to cope with causing self-adults and thoughts of suicide, provoking guns in and out the home and doing things I ain't proud of posting. Dropped out, did a lot of motion, dropped out, never stopped emotion, dropped out, then I dropped the bullshit. I just had a threesome last night, black chick, white chick, both of them stuck in the cell, trying to claim shit that you did for me, dog, fuck that, everything, I done done myself. One day at a time, taking this shit, one day at a time, you out of your mind, thinking that this is all.じゃあ、ビッチョクセットもーす。今反応してついてるといいの、今一匹。あー、食わんのかよ、やっぱ難しいな。口使うまではいかんのかな、むずいな。
ラットでもう締めよう。ラストはラット。シンプルビローンになってるよこれ。はい、ラットラット。もう今日も終わるか。もうそろそろ。ラスト1投出てくれ。あかんだ。いやー、やりきったね。やりきったけど今日は難しかった。まあね、正直まあノーバイではあります。でまあ一匹こうピュッてルアーに反応してくれて魚おるけど、やっぱり口使うまではいかないっていう感じでですね、なかなか難しい12月の兆候になりました。まああの僕が釣りしてる感じで言うとこう結構快適には釣れてきたけど、まあ魚はやっぱりまだっていうか、まあ食べてくれる、水面を割ってくれるような魚はいなかったって感じですね。はい、はい、いかがだったでしょうかね。これが多分ね年内最後の兆候になるかと思うんですけどもですね、まあ難しかった。でもね、ナイロダム相変わらずいいとこそうやなと思ってもらったらですね、ぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もしていただきまして、Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、そちらの方のフォローもしていただけたらなと思います。じゃあ皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた。